はい、どうも皆さん、こんにちは、シアンです。今回からこちら、DS をやっていきたいと思います。まあ皆さんからのリクエストシリーズ第2弾ですね、これは。はい、結構リクエストがあって、マリオパーティー DS 人気ということが今になってわかりました。はい、ということでですね、今回は、ミニゲームブリッジっていうモードがあるんで、それをやっていこうと思います。さて、あ、ちょっと下画面になっちゃってますね、これ。すげえ、こっちの画面ではちっちゃいんですよ、今画面が。見えないんで変えてきます。はい。はい、やっていきましょう。ミニゲームブリッジにようこそ。パーツをつないでロケットを目指していきましょう。さあ、ロケットにつけば優勝です。それではゲームスタート。はい、僕左上ですね。行きましょう。最初は？これで選ぶんですよね。よし、なんでしょう。おー。直角カーブ。全然意味がありません、僕のポジション。いきなりもう宇宙に飛んでいきそうなパーツですね、これ。と言いながらも、やはり勝たなければならないので行きます。これはですね、キノピオ以外の的にこうやって当てるんですよ。そんで、合計得点を競うというものです。クッパの顔面にヒットしたら結構いいので、いいのでっていうか、完全に S 発言。やめましょう。よし、あ、ここ、あ、ちょっと、100ポイントなんですよ、クッパは。ちょっと、これはかなりの難しさ。ちょっと、いやー、ちょっと待ってください。もうなんかもう、この渦巻きにしか当ててないんですけど、僕。ちょっと、そんな、ちょっと原始的な的当て。ちょっと、それはやめましょう。ちょっともう、あ。僕だけ絵柄のない原始的な的当てやってました。まあ、とりあえずいいでしょう。これ勝てないんで、今回は。ここに置くんですね。なるほど。さて、まあ僕が勝っても本当に、右上行くか左下行くか、どっちかしかなかったんで、まあいいでしょう。次こそ、なんかいいの。もう僕には宇宙飛んでってって言ってますね、これ無言で。はい。はい、やっていきましょう。これはゴムボートレースというものです。ちょっとですね、今の画面レイアウト見せましょう。こんなになってます。マリオパーティー DS 上画面下画面の比率がおかしいんですよ。いや、もうこんなちっちゃい画面でやってるんですよ。実は。これやばいですよ、このハンデは。ちょっと僕だけ画面の比率というハンデを背負ってるんで、ちょっとこれはかなりやばいです。行きましょう。これとりあえず、早めにゴールした人が勝ちですね。マリオカートです。ちょっとマジで見えないんです。ちっちゃすぎるんですよ。ちょっと。これ。マリオパーティー DS 画面の比率が一番問題ということが分かりました。はい。どうしましょうか。まあこれどうせ買ってもまだ意味なかったんでいいです。デイジーも意味ないですよね。うん、これは僕に宇宙飛んでってほしいのかな？完全邪魔しに来ましたね。マジか。ようやく行きました。いや、よかった。はい、ということで続いて、溶かして葉っぱレースというのをやっていきましょう。まあ、これはですね、葉っぱを溶かしてって、一番早くゴールした人が勝ちです。はい、行きましょう。これ途中鉢とか出てくるんで、これやばいんですよ。鉢をやっちゃうと、かなりのハンデを背負ってしまうことになるんで、おいし、これですね。普通こんな鉢がいたらもう僕は入院の手続きします。普通なら。ちょっと病院探そうみたいな。今の間にも救急車呼ぶ手続きをしときます。完全負けてますね、なこと言ったら。蜂屋に2つしか出てこないので、もう絶対に蜂屋、ちょっと、もうマリオの手が、ちょっとこ怖いです。マリオこれ、絶対目見えてないですよ。ちょっと待ち。樹海をさまよう男でした。さて、ピーチ姫はどこに、あ、やっぱそこか。あと、ピーチ姫は最低でも2つのパーツでクリアできますね。みんなか。僕だけ何もないですよ。今度は宇宙へ飛び出さないパーツを飛び出しました。はい、今度はバタバタバッタンっていうゲームですね。これはバッタに踏まれないようにするっていう簡単なゲームです。行きましょう。さあさあさあ、これ何なんでしょうね、この収容所。これ、すごい収容所に、ちょっとアルイージ踏まれるよ。危なかった。手に当たってもダメなんですよ。で、バッタンは倒れてくるときにこうやってもがくんですよね。はい。痙攣を起こすんですよ、これ、もがいて。痙攣を起こしたら、要注意です。はい。ちょっと、熱い、危ね。
結構死んだ人も個体化されてんですよ実は。死んだ人個体化されるっても怖いですこれ。はい、成仏できてないんですよこのデイジーとか。さて行きました。これ同点ですよね。こういう時ってどうなるのかな。なんとこれは残念だ。宇宙へ飛び出したかった。マジか。仕方ないですね次。おお。あ、ちょっと十字架にかけられたみたいですクッパジュニア。みんなお待たせ、クッパジュニアタイム。これはですね、なんかハプニングが起こります。と言っても僕なんもないんで、はい、なんもないんでもう関係ないですね。パーツ全部消しちゃう。実況の時間を返せ。はい、ということでですね、今回は、ブリッジロケットというのをやっていきたいと思います。これはですね、真ん中のロケットにいち早くついてる人が勝ちという、はい、すごい難しいゲームなんでやっていきましょう。今回十字が当たりましたね。どこでもいけるらしいですよ。いきましょう。なんだこの茶番。はい、ということでスレスレストップやっていきましょう。黒板の上からジャンプします。で、背中の磁石で赤いラインギリギリでストップした方が勝ちですね。はい、あまり下行きすぎると黒板消しに食べられるんで、はい、気をつけましょう。よし、これ黒板つなぎ合わせてますよねこれ。こんなでかい黒板ないですよ普通。さて、これ待って、つながってないからすげえむず。あ、カメラから消されました。わあ、ちょっとこれ画面的に2画面つながってないからすげえ難しかったです。うわ、ちょっとこれ Wii U の人勝てないっていう感じになってますね。はい、いや、もっと Wii U の人のことも考慮して作ってほしかったな、マリオパーティー DS。 うん、ちょ、開発段階でもうちょっとやってほしかったですね、そういう手入れって何や。またまた度がして葉っぱレースだったんでカットしましたと思ったら、何かがやばい、やばいです。あと1枚。これはアイスのキャンペーンでもやってんですかこの表記。え、あ、なんか BGM 速くなりましたね。続きまして、第7回戦。ちょっと僕まだ宇宙どころかも何もないんですけど、このホームレス感やばいです。お、ホームレスの僕に手助けを。救済処置ですね。処置じゃないです、措置ですね。ゼンマイレース行きましょう。さて、これはですね、ゼンマイを巻いていち早くゴールに導いた車が勝ちです。はい、行きましょう。ちょっとなんか下画面がまだでかくて、クマのお尻だけが僕の画面ではデカデカと映ってます。はい、なんということだ。しかも、もうゲームパッドがデカすぎて、回すのも結構回さないといけないという、ちょっと、いやマジかこれ。ちょっとゲームパッド振りすぎるんですけど、このゲーム。ちょっと、わかりました。もう、このマリオパーティー DS は、ゲームパッドでやるもんじゃないです。はい。多少高くても、実機変えましょう。でないともう、やりにくすぎます、これ。はい。こんなに、ゲームパッドに合わないゲームだったんだ、これ。ようやくわかりました。はい。いや、ちょっとやばいですね。はい、ということで続いてはピースを書いてというゲームですね。これは上画面ありますよね。こう隣り合う形をですね、下画面に書いて、こうやって完成させるというものですね。いやー、ちょっともう、ゲームパッドがでかいんですよ、本当に。何回も言いますけど。ちょっと、ゲームパッドでかすぎて、筆を動かすものがちょっとでかいんですよ。より多く筆を動かさないといけないという。てか全然認識しないです、このゲームパッド。マジで。いや、ちょっと、え?書いてますよね、これ。なぜ?ちょっと、おい!ちょっと、ゲームが成り立たん!あ!デイジーが、手助けしてくれました。え?なぜ?いいのか。撮ってない時に勝つんだよな。実況してない時に勝っちゃう。なんだろう、この感じは。的当てクッパだったんでカットしたんですよ。カットした途端買っちゃいました。うわ。じゃあ、ピーチ姫、ごめんよ。あなたは孤島に取り残されてください。はい。その丸の中でバカンスでも楽しんどいてください。すいません。はい。邪魔させていただきます。申し訳ないです。おー、来ましたね。危なかったです。
さてこれで僕もあと残りパーツ1枚というところまで持っていきたいですよ。いきましょう。さあ手すりでジャンプ以外で、僕これ買ったことがないんですよ実を言うと。絶望的ゲームでございます。とりあえずいきます。下画面をこするだけです。ただ単にいきます。おお、こすれてない、やばいです。ちょっとあ、これやばん、まずいです。これマジで遠くへ飛ぼう。もうちょっと行こう。風の抵抗、あらら、はい、ドットが目立ってます。まあ、人生そううまくいかないということですね。さあ続いては、おお、来ましたね。これはまだいけますよ。僕にもまだ買ってくれと天が言っているのではないでしょうか。プクプクサバイバル行きましょう。はい、これはですね、下からプクプクがせり上がってくるんで、この、はい、来てますね。深呼吸するんですよ。深呼吸してる時に巻き込まれたらダメです。はい、飲み込まれるんで気をつけましょう。行きましょう。これキシリトールの CM やってますよ。これこんな、ちょっとキシリッシュちょっと息が臭くないとかやってますよこれ。あ、勝ちました。 OK です。すぐ終わりましたね。キシリトールの話してるだけで終わっちゃうなんて。とりあえず買ったんで OK です。これをですね、ここに置くんですよ。さあ、絶望的状況からついに一変し、僕が勝とうというところですよ。これは行きましょう。あんなホームレス状態だった人が今で大富豪になりかかってるんで、これは行きましょう。さあ、このカクンっていうカクン、よし来ましたよ。これをやった瞬間、僕の勝利は確実ですね。行きましょう。絶対に勝ちましょう。これさあ、石鹸アタックで、おう、はい、これはですね、3人の写真をより多く撮った人が勝ちです。違う、早く3人分の写真撮った人が勝ちというゲームですね。行きましょう。どこかにいらっしゃらぬか。今、あ、いや、でもデイジーはつけたんで、デイジーのか、ルイジスン、いましたね、ルイジスン。ちょ、もうデイ、あ、ちょっと、これはまずいことをした。あ、もうこれは取りますね、こう、2人。いや、ピーチを盗撮しましょう。よし。ヒッヒッヒ。これをネットに売られたくなかったら僕に勝利を譲るんだ。ちょっと、デイジーさん。よし。これをネットに売られたくなかったら僕に勝利を譲るんだ。早く。な、ルイジは、見つけたぞ。これはできるので。こっちか。いたいたいた。これを取れば。あと完璧。いやー、OK です。やりました。さて、これは高値で売れますよ。ピーチとルイージの浮気現場を写真で撮影したんで、はい、捉えたんで。さあ、これでもう、レイジーとルイージはもう終わりですね。これはもう、破局ですよ、あの写真。さあ、行きましょう。ゴールしました。OK です。さてと。さあ、ゆっくりゆっくり、牛歩で、ロケットのとこまで行きましょう。さあ、行きましたね。はい、ということで、公式の宇宙旅行させようという思惑にも打ち勝ち、クッパジュニアの ITN 戦略、あれにも打ち勝ち、ITN っていうのは、今までの戦い何だったのです。はい、勝って、いや、すごい、逆転優勝ですね。ただし、行き着いたロケットは故障をしており、打ち上がることはありません。ということで、今回ここまで見てくれてありがとうございました。今回、マリオパーティー DS をやってみて思ったことを言います。Wii U でマリオパーティー DS は向きません。やめてください。本当に高くてもいいので本家を買った方が絶対にプレイの環境もいいです。はい。ということで、もしこの動画楽しんでくれたのかな、今回はわかんないですけど、動画再生回数下にあるこのボタンを押してください。それじゃあ今回も次回やってほしいマリオパーティーシリーズ書いてください。次回それをやっていきます。ただ、6と DS 以外でお願いします。それでは、さよならー。